今回は東スポサイトで連載中の感謝を込めての特別版として、岸田裕二騎手に動画で騎乗馬等の話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジョッキー、先週の振り返りになるんですけれども、はい、オールカマーテオロイヤルで、参戦しました。レース、振り返っていただけますか。はい、返し馬でキャンターを行った時点から、少しちょっと調教では感じ取れなかったような休み明けの部分というのを感じて、ゲートに向かって、発走した感じです。スタートもいつももう少しこう、反応がいいんですけど、そういうところも若干休み明けの部分があったかなと思います。レースに関してはそうですね、あの日の中山の芝コースは、かなり打ちがいい馬場だったんで、なるべくロスなくっていうイメージで、レースに臨んだんですけど、そうですね、勝負どころからの反応等もやはり、若干休み明けの部分があったかなという感じで、ただしっかり最後まで走り切ってくれたので、次につながる内容だったかなとは思っています。なんか競馬の形自体はすごくよく見えたんですけれども、そうですね、はい、あの枠順メンバーの中でできる、自分のプラン通りのレースではありました。はい、ただ結果、うちを通ってきた馬たちが、いい着順になる結果でもあったので、若干そういうところの枠順の差とかっていうのも出たのかなとは思っています。次走まだ、未定だと思いますけれども、今後につながる競馬ができたということで、楽しみというか、はい、この後もいい競馬が期待できそうな、そうですね、はい、着順は良くなかったんですけど、全体のレースのリズムとしてはとても良かったと思うので、次につながる内容だったと思います。ちょっと頑張っていただいて、はい、ファンの多い馬ですので、はい、また頑張ってくださいということで、はい、ありがとうございます。で、ジョッキー、話が変わりますけども、今週凱旋門賞ということですけれども、はい、どうですか、ジョッキーにとってのその凱旋門賞という競馬は。そうですね、フランスで騎乗したこともないので、レースの感じをこう明確にイメージできるわけではないんですけど、やはり日本馬の悲願というところで、本当に、みんなの、日本の競馬界のみんなの夢であるレースだと思いますし、今回、同い年の横山和夫騎手が、本当に有力馬で出走するので、自分のことのようにちょっとドキドキしてますけど、応援して、完成したいなと思ってます。ジョッキー、和夫さんとはそこそこ仲が良かったですよね、確か。そうですね、はい、同い年なんで、はい、そして本当に、最近G1 も勝ったり、素晴らしいレースをしているので、とても刺激をもらいながら、注目しています。いずれね、そのジョッキーが、素晴らしいパートナーと、はい、フランスに遠征できるようなね、はい、そういうことになればなというふうには、はい、思っております。そうですね、はい、もうそのためには本当にもっともっと技術を磨かないといけないと思うので、いつかそういう日が来ると信じて、努力していきたいなと思ってます。はい、頑張ってください、応援しておりますんで、はい、で、今週ですね、騎乗馬についてお話を伺います。まずは中京からですね、土曜日6レースタイミングハートからお話ししていただけますか。はい、前回、騎乗時、勝たせてもらっての今回になりますので、とてもいいイメージを持っていますし、前回、勝たせていただいた時と同じ左回りで、クラスも、前回未勝利馬で一緒クラスを勝っているので、同じクラスになりますので、またいい結果を出せるように頑張りたいと思います。十分ジョッキーとしては手応えがあるというか、いい感触をつかんでいる。はい、そうですね、前回、レースとても乗りやすかったですし、
はい、いいイメージを持っています。続いて8レース丸盛りスペシャルですね。これは2走前にジョッキーが騎乗されて、勝っていますけれども、お話しください。はい、門別競馬場での、レースだったんですけど、この馬についても、着差以上に強い内容だったと思いますし、少しゲートの中立に不安定なところはあったんですけど、中間、ゲート練習でそういったところも解消されているようですので、はい、今回距離延長になりますけど、とても乗りやすい馬ですし、またいい結果が出せるのではないかと思っています。中央場所、はい、このクラスでもという馬ですか？はい、そうですね、とても乗り味のいい馬で、はい、前回地方での騎乗時も返し馬から本当にとてもいい馬だなっていう風に感触を得てましたので、クラスが上がった今回もいいレースができるんじゃないかと思ってます。続いてが日曜日中山になります。まあ、9レースサラサハウプリティですけれども、はい、これは新馬勝ちということでした。はい、そうですね、はい、本当に、操縦性の高い馬で、素直で一生懸命な、馬ですので、新馬戦からいいレースをすることができたと思っています。ダートでも走れるんではないのかなっていう走り方の馬で、そういった面も前回、少し、荒れた洋芝っていうのも、とてもよ、合っていたのではないかと思います。ただ今回、中山競馬場の芝コース結構いい状態ですので、その中でどんなレースができるのかなっていうのは思っています。新馬戦なんですけれども、芝の、実戦に行ってさらに良さが出たという感じだったんでしょうか？そうですね、はい、ゲートも、ゲート練習以上にしっかり出てくれて、そうですね、道中も、バグの中でレースする形になりましたけど、全くひるむことなくしっかりと、道中走った中で芝いい足を使ってくれましたので、内容もとても良かったと思います。最後になります。メンレース、スプリンターズレース、ラビングアンサーについてですけれども、はい、これは最小位切り、シダスチューが乗って、行われましたけれども、お話しいただけますか？前走時も、追い切りに騎乗させていただいて、今回も、追い切りに騎乗させていただいたんですけど、心身ともに全ての面で、1段階、上がっているなっていう感触を得ることができました。本当に素晴らしいメンバーで G1 という舞台ですので、はい、そう簡単にはいかないかもわからないんですけど、いいレースをできるように頑張りたいと思います。この馬は前回が初騎乗ということでしたけれども、はい、前走のセントウルエスである程度こう馬の癖というか、はい、感触はつかめていますか？そうですね、もともと本当に乗りやすい馬なので、あとは馬がこう、走る気持ちになってくれるような進路を取ることができれば、間違いなくいい足は使ってくれると思っているので、気分をそがないような進路取りを考えながら、最後いい足を使えるようにっていうイメージで、いいレースをしたいなと思ってます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。